日曜日の朝が来た。異様にテンション低いな。出撃かと思うと。仕事だろ。だって日曜だよ。いつもなら休みじゃん。仕事ならブラックじゃん。緊急事態なんだから仕方ないだろ。午後からアフタヌーンティー楽しみたいじゃん。あの縦に皿が並んでて小さなお菓子が乗ってるのつまみたいじゃん。どこでそんなもん楽しめるんだよ。いや、探せばありそうなのがこの基地の恐ろしいところだけどさ。野営地まで結構遠いし、フラットハンドに見つからないよう気を使うしさ。気合い入れて頑張り抜けよ。サンデーナイトフィーバーのために頑張る。疲れ切っててきっとそれどころじゃねえよ。司令官入室。昨日の時点ですでに知っている者もいるかもしれないけれど、聞いてちょうだい。フラットハンドがイージスタワー西に出現。任務から帰島中だった31Aと接触。移動自体は想定通りだけど、回線距離まで近づかれたわ。なんだって？注意を引きつつ、霧ヶ峰の停止地点までフラットハンドを誘導後、無事離脱。おかげでイージスタワー前や英知や射出口への被害は避けられたわ。さすがだな。切り込み隊の名に恥じないでござるな。すごい、なんか注目を浴びてる。なれねえな。お前は慣れてるだろ。うん、アリーナクラスで注目浴びてた。うちらの功績が霞むぐらいすげえよ。フラットハンドの現在の状況は？以前と同じ場所に位置したまま、現在は停止状態にあるわ。以前から明らかになっていた通り、おそらく3日程度の周期で場所を移動していると考えられるけど、一定の地点を往復行動しているわ。フラットハンドは2体1組で役割が重ならない場所で停止していることから、占領行動に近い動きをしようとしていると見ているわ。結局は経験則からの推測に過ぎず、油断は禁物。周辺部隊は不要に刺激しないように、引き続き限界態勢で臨んでほしい。それと以前伝えた電磁波、研究所が分析した中間報告が届いたんだけど。ほうほう。今は直接フラットハンドの攻略につながりそうな情報はないわ。そっか、残念。でもあの巨体を自由自在に移動させる能力につながっているとの仮説が最有力よ。野営地にもいきなり現れたりしたからな。何か対策が可能なのか？解析してフラットハンドを足止めできるかもしれないと見ているわ。 31A はオペレーションアルゴルを続行。タイムスケジュール等に変化はないわ。大変だと思うけど、不測の事態を避けるためには作戦の一刻も早い完遂が最善なの。頼むわね。やってやるさ。以上よ、解散。みんなも十分すごいから自信持って。いきなり慰められた。何か失敗したっけ？いや、私が霞むって言っちまったせいだ。みんなの頑張り、これからも私はちゃんと見てるからな。見てるなよ、一緒にやってくんだよ。で、次にどこに行くかだが。残りは BCG、 そして H。 待ってましたとばかりに言うなよ、エロ親父か。距離は近くても B は C に次いでヤバいだろう。ヤバいのはヤベえな。本当に作詞家だったのか。日本語がヤベえじゃねえか。ならどうする？ここは H にしようぜ。ユッキーもエロ親父じゃん。私は H っつったろ。相変わらずイチャついてます。
ますね。うんうん、そうね。そんなんじゃねえから。私もだ。状況次第では長期戦も視野に入れたいからな。やる気もほとばしってるぜ。やる気があるのはいいが、フラットハンドに感づかれないように慎重に行動するんだぞ。ポイント H までは距離があるから、すぐ逃げればなんとかなるわよ。見つかるの前提にしてくれるなよ。してるかもね。ハブとはまた違う様子だが、フラットハンドの特性なのかな。毎日訓練してた頃が懐かしいくらい。せやな、あの時の方がまだマシやったな。そういえば、ん？何？もしかして設置場所を間違えてる？お、いや、そうじゃなくて、松本拠点の方って今どうなってるのかな。そっちは 31C が調べてるんだったな。ここからさらに北西に行ったところね。フラットハンドからは離れてますけど。あいつらでやれるんか。調査任務なら適任じゃないか。ワッキーたちならうまくやってくれるさ。あたしらはあたしらで最善を尽くそうぜ。あの目印は？もうすぐ設置場所だな。すげえ順調だな。褒められる予感。ならみんなもだろ。おたまさんおいで。よし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 。そんな犬みたいに褒められるなら願い先だわ。設置ポイントまで来たけど、例のごとく。キャンサー様のお出ましだな。順調じゃなくなるかも。なら盛大にキルしてやろうではないか。私を？違うに決まってるだろ。行くぞ。私らならやれるさ。どうだ、どうや。うちのサイキック見せつけたる。待ってな、これでいけるはずよ。こいつありがてえ。うちの騒ぐの。
です。お魚さんこっち、何に来るぞ。どうや、キャッキャッキャルカちゃんウィン。よし、これで5箇所目完了だ。フラットハンドにも襲われんかったし、今日は順調やったな。雪漏れそう。いちいち言わなくていいわ。適当にしといていいだろう。いやー、無節操にし始めたらなんか人間性みたいなもんを捨てかねないじゃん。そっか、そうかもな。漏れそうなら隠れてしておきなさい。はーい、キャンサー来ないように見ててね。見ておくからさっさと済ませなさい。はーい。相変わらずの二人ね。よし、起動完了。だいぶこなれてきたな。毎回こうだといいですね。本部に報告して起動しよう。はーい。もうそれしか言わなくなってるじゃねえか。人間性みたいなもんを捨てかねないとか言っておきながら思考を捨てるんだな。じゃ、樋口に報告してくる。いってらっしゃい。ユッキーが戻るまで何をしようかな。車みたいなのが動いてる。はい、基地から市長が届くようになったので、こちらの野外水具を動かせるようになりました。なんか戦いの日々でストレスがたまるよね。いや、たまらない。ヘトヘトに疲れていて何をするエネルギーも残っていない。というわけで、久しぶりにみんなでバンド練習しない？ほんと、言うこと聞かない子だな。いいですね、あの感覚久々に味わいたかったところです。そうね、いい気分転換になるかも。やる！叫びまくる！こんなにみんなノリノリなのに、ドラムがいないことには始まんない。言っとくけど、ドラムって一番体力使うからな。だからユッキーなんじゃん。ハッカーに体力あるイメージでもあったかって、これ前にも言ったからな。メグミンどう？先言っといてくれんか。わかった、待ってるから。さて、行こうぜ。久々だからワクワクすんな。一言もやるとは言ってないんだから。
それでも付き合うのがユキさんじゃない。不幸な役回りだ。なんで疲れてるのに両手両足で太鼓叩かなくちゃならねえんだよ。すごいアグレッシブなやつじゃねえか。怒りくせえだけだわ、ユッキー。え、なんだよ。けなしたつもりかもしれないが、スタジオにとってはある意味褒め言葉だ。どういう意味にとってもけなし言葉だわ。とりあえずめぐみさん待ちですね。でもまあ、ただ待ってるのもなんだし、新曲作ろう。お前の提案は常に両極端だな。片方はもう少しマイルドであれよ。みんなのテクも磨かれてるし、それぐらいもう簡単にやっちゃえるさ。すげえな。初めての武器でキャンサーと戦いながら、よく初めての楽器で演奏テクまで磨かれてきたな。それが若さってものさ。さすがに10年後は無理だよ。30歳以上の人に怒られるからな。とりあえずまたユッキーのリズムから始めて。 BPM は158ぐらいぐらいなら160でいいはずなのに、なんでいつも1桁台まで指定してくんだよ。こうか。これじゃいつも通りだよね。リズムだけでなんでいつも通りなんだよ。旋律は無限大のはずだろ。飽きやすいな、私。それでよくここまで怒涛の勢いで作曲してきたな。変化が欲しい。そうだな、今はと刻んでるところをチッ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 と揺らしてくれない？へんてこなことにならねえか。こうか。そうそう、いいね。つかさっち、なんかいい伴奏思いつかない？このリズムはシャッフルだったらこんな感じでどうかしら。おお、インスピレーションが湧く。おたまさん入れる？まるで一度立ち入っては無事では帰ってこれない未知の危険地帯。しかしこの不祥国見たま、切り込んだります。なんて勇敢なんだ。でもちゃんと乗れてる。だったらギターはこうだ。え、待って、こんなリズムわからない、複雑すぎる。だがそれを乗りこなすのがわし。だったらサビでは3連のスピード勝負といこうぜ。望むところじゃ。またすげえケミストリーを感じた。こんなリズムでもロックって成立すんのかよ。二人ともよくあんなフレーズ歌えたわね。私はプロだったから平気だったけどさ。私はなんとかついていくので。早すかったわ。え、どっちが歌ってたの？でもめぐみさんは結局来なかったですね。それだけが心配だな。一つ気になるのだけど、フラットハンドが出す電磁波って何なのかしら。それね、気になってた。司令部でもまだ不明って話だ。情報が入ったら通達が来るだろう。って覚醒すればお前それぐらいわかるだろ。私の負担減らしてくれよ。急に動き出して追いかけてくるし、移動する法則もわからないわ。陽動も大変だった。無事離脱できたから今はそれでよしとしようぜ。って頼むから覚醒してくれよ。なんなら私喋らないで済むようになるから。入眠直後に分泌される成長ホルモンは新陳代謝を促し、日中に浴びた紫外線のダメージを修復してくれるから、
眠る直前に無駄に頭を使いたくないの。理不尽極まりない。しかもどうして使えない知識だけは覚醒しないでも豊富にあるんだよ。使えないことない。美肌キープには大事。そうそう、ユッキーも今から気をつけておかないと。一瞬で老け顔になるぜ。メグミンの美肌もな。うちらは人間のように外見が変わっていくことはないって司令官言うてたやろ。そんなことすら忘れたんか。そっか、そうだったね。ナービー自体が老けへんのやろ。老けたナービーなんて見たことあれへん。いえ、きっとヨボヨボになっていくでしょう。見たっちゅんか。いえ、見てませんけど。生き物ってそういうものかと。そっか、まあそうかもしれんな。いつか知らんけど老いるんかもな。ちょっと夜風に当たってくるわ。ああ、悪いお玉さん、フォローさせちゃって。いえ、私は全然そんな気もなくて。でもちょうどいいです。不詳この私めが追って話してきてもいいでしょうか。ああ、頼むぜ。頼まれました。めぐみさんはいずこに。ルカの差し金か。違います、自分から名乗り出ました。あの、不詳私めのバイオグラフィーを聞いてもらってもいいでしょうか。なんやねん、アーティストみたいにおしゃれに言うなよ。長いは勘弁やね。略歴ぐらいにしてくれんか。はい、時間は取らせません。知っての通り、私は戦艦を指揮するために生み出されたデザイナーベビーです。物心ついた時から戦うことは当たり前で、疑念の余地すらありませんでした。ですから今更自分がその偽物だと言われたところで皆さんほどのショックはありませんでした。元からそのような存在でしたから。同時に責任感も必要とされました。なんといっても戦艦の乗組員全員の命を預かっているのです。それっていくつぐらいだよ。6歳くらいでしょうか。そんな幼い頃の記憶なんてないで。はい、私は生まれながらに天下一品でなくてはならなかったんです。あまりに幼いため式は機械がしていることになっていました。私はまさに機械のように戦い続けました。デザイナーベビーといっても人間です。時には辛さのあまり泣きたくもなりました。でも決してそのような弱さを見せることは許されません。乗組員の誰もが私を信じ、誰もが私に命を預けていたからです。そんな幼さでかいな。はい、オホーツク海で負けた時もなんとか虎徹丸だけは守りきって帰港しました。でも虎徹丸は損傷が激しく解体が決定しました。私は
小鉄丸の指揮に特化して生み出されたので、もう自分に行き場はないと思っていました。でもセラフ部隊で戦うという新天地を用意されたんです。どのような形でか命を落とし、ヒトナービーとしてもう一度生まれてからの私ですが、それからの私は、自分のバイオグラフィー的な長いねん。アーティストでももっと短いわ。もうええやろ。そうですね。